マットスローソンは、オレゴン州、スイートホーム出身の元アメリカンフットボール選手。現役時代のポジションはガード。ネブラスカ大学に入学。1年時の2005年は、当初スペシャルチームの一員として、パットや FG の時に起用された。シーズン終盤には、オフェンスラインのローテーションにも入った。2年時の2006年には、右タックルとして11試合に先発出場。 最後の2試合は足の負傷により欠場した。コットンボールでチームに復帰したが、出場時間は限定的なものであった。この年チームのトータルオフェンスは全米14位となり、4人のランニングバックは合計で2400ヤードを走り、26タッチダウンを上げた。また QB ザック・テイラーは、大学のシーズンパス記録を更新、カンファレンスの最優秀攻撃選手に選ばれた。 スローソンも AP 通信などのメディアからカンファレンスのセカンドチームに選ばれた。3年時の2007年には右ガード及び左右のタックルとして8試合の先発を含む12試合に出場した。シーズン当初は右ガードの先発の座をマイクハフト交代交代で起用され、カンザス州立大学戦では左タックル最終州のコロラド大学戦では 右タックルとして先発した。この年チームのトータルオフェンスは1試合平均468.2ヤードを獲得。パスオフェンスは大学記録となる1試合平均323.8ヤードを獲得した。オフェンスラインはパス296回中18サックしか許さなかった。四年時の二千八年に右ガードとして全十三試合に先発し、 ビッグ12カンファレンスのセカンドチームに選ばれる活躍を見せた。2009年の NFL ドラフト6巡でニューヨークジェッツに指名されて入団した。当時のオフェンスラインコーチ、ビルキャラハンはネブラスカ大学時代のヘッドコーチを務めたことがあり、スローソンを指導したことがあった。1年目の2009年はガードとセンターで3試合に出場した。2010年、ジェッツが アラン・ファニカを放出すると、ドラフトで指名されたブラギミール・デューカスとポジションを争い、開幕から先発の座を確保した。2011年11月、デトロイト・ライオンズのエンダム関数に批判が集まった。再、大学時代の数は、チームメイトから慕われる存在ではなかったことを明かし、他の現役選手を現役引退に追い込むことができる、力を持つ数をコントロールする必要があると語った。 同年12月、プレイオフ出場が厳しくなり、批判が集まるマーク・サンチェスを擁護した。2012年は、全試合に先発出場し、相手選手にサックを許さなかった。10月8日に行われた、ヒューストン・テキサンズ戦で、ブライアン・クッシングの膝元にカットブロックを行い、クッシングは左膝 ACL を断裂し、シーズン絶望となった。 このプレーで反則のコールはされなかったが、その後不正なピールバックブロックであったとして、1万ドルの罰金を NFL から課された。なお2013年からは、これまでタックルボックス内であれば認められていたピールバックブロックがタックルボックス内でも禁止となり、15ヤードの反則になることが決まった。2013年3月29日、 シカゴ・ベアーズと一年契約を結んだ。この年ベアーズは NFL2 位の445得点、トータル獲得ヤード6109、パス獲得ヤード4450、TD パス32、ファーストダウン獲得344回はいずれもチーム記録となった。2014年1月2日、ベアーズと4年間の契約延長を果たした。 2014年のニューイングランドペイトリオッツ戦で、胸筋を断裂、シーズン残り試合を欠場した。2016年5月1日、ベアーズを解雇された。5月7日、サンディエゴチャージャーズと2年契約を結んだ。この年、センターとして全16試合に先発出場した。2017年は、左ガードとして先発出場した。第7週のデンバーブロンコス戦で、 上腕二頭筋を負傷し、故障者リスト入りし、残り試合を欠場した。2018年3月20日、インディアナポリス・コルツと1年300万ドルで契約を結んだ。開幕から5試合は、右ガードとして先発したが、10月8日に故障者リスト入りした。2019年2月6日、現役引退を表明した。幼少の頃、室温と言語障害を患っていた。 ランブロッカーとして評価されている。ありがとうございます。